ノクさん、今回の動画非常に分かりやすかったですよ。でもこれね、事情知らない方には何のこっちゃいってことですよね。ちょっと分かりやすくお話しするとすると、まあ世の中にはいろんなポイントが溢れてますよね。でそのポイントをですね、自分であっちこっちこねくり回して、そして換金したりとか商品にするのがなかなか難しいなって感じている方は、人にその過程を依頼することができるんですよね。もちろんこれ無料ではありませんけども、ものすごくねお得な形でそのサービスを使うことができるっていうのがノクさんの提案だと思いますし、私もね確かになと思うわけなんですよ。ポイントって確かに昔からね、いろんなポイントをあっちこっち迂回して現金にするっていう方法はいろんなサイトで紹介されてるんですけども、実際にやってみるとね結構面倒いわけなんですよ。私のよく使ってるファンクルっていうサイトも、ファンクルで貯まったポイントをポイントエクスチェンジにまず移して、そこで、ゆうちょ銀行に移すみたいなね、このね過程が必要なんですよね。でモッピーっていうのは確かまだやってないんですけども、ポイントっていうのはそのまんまポイントを換金しますかっていうコマンドで銀行に振り込むことができると思うんで、まあさっきのファンクルに比べると一手少ないんですよね。まあでもこれをですね、こんなポイントがある、あんなポイントがある、そんなポイントがある、これをまあこねくり回してね、この商品にしてちょっと送ってくれませんかって販売代行、購入代行して送ってくれませんかっていうふうに依頼するだけでそれがなされるとしたら、ものすごく自分の人生時間のね節約になると思うんですよね。まあ、これはとってもいいんじゃないかなと思います。多くの方もこういうサービスがあればなと思ってると思うんですよ。実は私いろんなねサービスを利用する中で、あっちにちょっとのポイント、こっちにちょっとのポイントって溜まってるんですよ。もうどこに何ポイントあるのか分からなくなってきました。 T ポイントですらね、カードをいっぱい作るとそれぞれに T ポイントって溜まるわけじゃないですか。じゃあガソリンを入れた時はこっちに T ポイントが溜まって、ヤフーショッピングを買った時にはこっちのカードのこのアカウントにポイントが溜まってってなって、合算がなかなかできないんですよ。で、しまいにツタヤの T ポイントカードもあるわけですよね。まあ他にもね、トイザラスみたいなところも T ポイントカードを使ってますんで、じゃあ T ポイントカードだけでも5社とか6社あって、それぞれ使ったら同じところに T ポイントが溜まるんじゃなくてね、ファミリーカードもありました、ポイントカード同じところに溜まるんじゃなくて、それぞれに溜まっちゃうんですよ。でこれは厄介だなと思いますよね。だからこれを誰かが代行で一括にしてくれればすごく便利なんだろうなと思うこともあるんですよね。で今回の奥さんの紹介してくださったあのサービスがね、それを全部やってくれるかどうか分かりませんけども、ちょっとね依頼してみる価値はあるんじゃないかなって感じました。皆さんもそう思われませんか？いろんなところにちょこちょこ溜まったちょびっとポイントを合算すると、案外ね1万円とか2万円とかになっちゃったりするんじゃないですかね。これがだから経済の仕組みの中から取り残されたポイント、浮遊キャッシュっていうんですかね、作るとすれば浮かんで遊んでるキャッシュですよね。こういったものが結構あるんじゃないかなと思うんですよ。でそもそもね、そのヤマダ電機のポイントとか、そのまさに T ポイントとかって使われないポイントっていうのをあの会社の利益としてね計上することができちゃうんじゃないかなと思うんですよ。見えない経費としてね、そういえば T ポイントの T ポイントって課税されるんでしたっけ？どうなってるんでしょうねこれね。私聞いたところによると、こういったポイントっていうのはあの結局は所得なんで計上しないといけないんですけども、その税務上ポイントっていう勘定科目がないんで放置されてるらしいんですよ。こういう噂をね聞いたんですけどもね、あの税理士さんとの雑談の中でですよ。ですから本来はこれも課税対象なんだけども、そこまで手が回らないので、まあ無視してそのまま突っ走ってるっていうのが現状らしいんですよ。いつかポイントに対しても税制度っていうのがもしかしたらできるかもしれないですね。どうなんでしょうね。それでは本日は以上です。